取り、くそ、なぜ急にいなくなった、どこへ行ったんだ。おい、あんただろ。よかった、今日も無事だったんだな。くそ、見てろ、取り戻してやる、必ず取り戻してやる。聞いてねえな。よっ、やあ、元気かい、友よ。ああ、なんか吹っ切れた顔してるな。君のおかげというやつだよ。後で彼にも話をしてこようと思う。今でももう分かったんだろ、やってみなきゃ分からないって。あんたならできるよ、応援してる。ケツまくって逃げてきたけど、これそろそろやべえな。弱気になるの早すぎだろ。俺さ、絶対にお前のことよく知ってるわ。今の励ましとかすげえデジャブってるし、昔から。昔？まあいいや、今は先のこと考えないとな。ああ、羊が減ったら。一緒に技を話し合った、若い感じのも帽子の中年もいなくなった。次は僕だろうね。おい、簡単に諦めるなよ。登れないなら教えてやるって。疲れたんだ、ここにも現実の人生にもね。僕は養子なんだ。育てた結果を求められるのさ。他人のための人生だった。生かされている意味を示そうと僕は努力し続けたよ。それでも愛した女一人手に入らない。金も権力も邪魔なだけさ。僕は真の自由なんかいらない。ただ普通の自由が欲しかった。なんとかなるだろう。綺麗事だよ。願いが叶ったことなど一度もないものな。僕にできることはあんな。ごめんよ。さあ、よっ。笑える。足震えてんだよ。他の羊の3倍くらいかな。羊いっぱい殺しちゃったよ。どうせ何言ってもやめないんだろ。だったら俺が。こっちも気分が乗ってきたよ。楽しみだな、狩るのが。なあ、今のうちにあんたにお礼を言わせてくれよ。え？お礼？あんたのひたすら登り続ける姿にいつも勇気づけられたんだ。あんたを見て覚えた技もたくさんある。感謝してるよ、ありがとう。お礼ならお互い最後まで登り切ったら言ってくれよ。そうだね、また上で会おう。よかった、あなたは無事ですね。だいぶ仲間が減りましたね。技の話をしましょう。あなたに託したい気になってきました。協力し合って生き残ろうぜ。私がさっきひらめいた技をお話ししましょう。裏スパイダーについて説明をしよう。これはぶら下がり移動で西の裏側を伝っていく技だ。一見すると足場が作れない場所も裏側から回っていけることがあるぞ。あなたの登り方を見てるとね、私なんかよりあなたが上に行くべきだと。いやいや、あんたも頑張れよ。ほら、一個技を思いついたから。まだまだいけるって。落とし飛びについて説明をしよう。これは頭上の石が落ちてしまう前に押した石に飛び乗る、崩れ落ちてくる石に潰される前に。なんと思いがけない方。よう、あんた、身近な人間を亡くしたことはあるか。まあ、ちょうどこの間、友達がな。そうか、なあ、手紙読んだんだ。昔の女からさ、一緒に音楽やってたやつがいたって話してな。そいつ、死んだんだってよ。彼はもう一度あなたと歌うのを楽しみにしてた、なんて書かれても、俺にはもう何も。死ぬってこういうことなんだな。そうだな。
あの金ピカが歌ってた曲、俺知ってんだ。相棒と組んで初めて作った、ネットにしか音源ねえくらいのマイナーな曲。歌ってさ、すごいよな。こんな風に誰かの心に残せるんだな。文句は言ったけど、料理は嫌いじゃねえんだ。うまいって笑ってもらえると嬉しい。でも俺は歌で笑顔にさせる方がもっと好きだ。もう逃げねえ。逃げ場所に料理を使うのもやめる。もっと前に気づけてれば、あいつとまた歌えたのかもしれねえのにな。信じられない、この回廊までたどり着くなんて。いいから早く済ませろ。ああそうだね。じゃあ今夜も行くよ。第11問です。無償の愛を信じますか？選んだのはそっちか。なるほどね。おい、ここは7階層目のはずだよな。ってことはここを越えりゃゴールはすぐそこってことなんだな。その通り。この回廊はカテドラルに通じている。第8階層、カテドラルこそ自由の道へ続く決着の場所さ。よし、もうすぐなんだな。ならまずここを一気に逃げ切ってやる。じゃあ次へ案内しよう。キャサリン。真の思考力を問う難問エリアが続く。足場が組めない穴だらけの絶壁には、天井を崩して足場を作ってみる。くそ、慎重に行かねえと。よし、ゲット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 。ようやくか。よし、あと少しだ。よし、ゲット。調子で。くそ、あんな若造のところに。おい、あんただろ。見てろ、取り戻してやる。必ず取り戻してやる。な、どうしちゃったんだ。親友を裏切り続けている。罰なのか。え、何度も諦めようって思ったさ。でもできなかった。おい、許してくれ。くそ、俺のせいじゃねえよ。どうした。あいつの声が聞こえんだよ。なんで私を捨てたのって。捨てられたのこっちだってのよ。捨てられたのは。元気かよ。おい、へその下に集中するんだ。その立派な腹から声出せ。立派か。褒められて悪い気はしないね。褒めてね。もっかいだ、もっかい。なんだ、発声練習でもしてんのか。
こいつの歌ヘッタクソだし、俺も鈍ってるからリハビリも兼ねてね。にしても石油王とか言っても大したことねえな。俺のことは先生って呼べよ。先生、指導を優しいモードにしてくれたまえ。そうだな、油田はダメだから、報酬は私の笑顔でどうだい。ふざけたこと言ってないで歌え。必死にやればついでに痩せるかもしんねえぞ。トレーニングコーチも兼任かい。君、私のことが相当好きだろう。ざけんな、ジンギスカン。なんか楽しそうでよかった。やあ、いろいろあったけどなんとかなったよ。君のおかげだ。よかったな。でもあんたが頑張った成果なんだぜ。元気かよ。くそ。すみません、もう教えられる技はない。おい、私ね、長年付き合ってる女性がいますが、結婚に踏み出せなくてね。私は重い十字架を背負ってます。愛する人には負わせられない。だったら別れるべきなのにできない。弱くてずるいんです。十字架？私は自由なんかいらない。ただ罰が欲しいだけ。これ本当なんです。もう疲れました。技だって一つも思い浮かばないし。あ、待って、今ちょっと思ったんだけど、この技は知ってるか？推しスパイダーについて説明をしよう。周囲が塞がっているときは、まずは最初に足場となる石を押し出そう。そこへ石を押しつなげていったら、あとは…へえ、なるほど。あなた、すごいや。あなたを見ていると、大切なことを思い出す。記者になりたての頃の情熱とかね。あの頃は、人を救えると信じていたんだ。あんたは今でも救ってるんじゃないか。あんたの技でさ。どうでしょうね。でも進むしかなさそうです。ああ、そうだよ。これ本当ってやつだろ。あ、はい。ちょっと調子に乗って殺しすぎちゃったかな。てめえ、んなことするなら俺が突き飛ばすぞ。いいよ、殺し合いっ子も面白そうだ。くそ。おい、来たぞ。見えてるよ。まずは座って。やはり来たね。だけどもう驚かないよ。ここまで来られた羊がそう簡単には死なないだろうしね。第12問です。恋人に全ての過去をさらけ出せますか？なるほどね。そっちを選んだんだ。さて、一応言っとこうか。もし次の試練を抜けることができたなら、その先はカテドラルだ。正直、あんたがそこへ足を踏み入れる可能性はもはやゼロじゃない。鼻からそのつもりだ。それより、覚えてるかい？前に話したこと。聖なる頂の先へと進む者には真の自由への道が開かれる。もしそうなったら、あんたはどんな自由を望む気だい？どんなって、なのとっくに決まってる。何が大事なのかやっと分かったんだよ。いろいろあって迷っちまったけど、今はそれを手に入れる自由が欲しい。だから俺はこっから出なきゃなんねえんだ。そうか、じゃあ急ごう。この階層はまだ先があるからね。難問エリアはまだまだ続く。
エリア途中でルートも選べるので、登りやすい壁を選んで。まだまだ続くって感じだな。けど行くしかねえ。 Commencing Area 3. Are you ready? All the trains. Dodge! Edge! よし Dodge! よし、ゲット。よし、だいぶ昔みたいに感じられるな。取り…見てろ、取り戻してやる。おい、今日も例の大物が来るんでしょうね。私の場合は私のせいで自殺した少女です。きっとこれが最後です。ちょっと気づいたってやつなんですけどね。中杉について説明をしよう。目的の石を動かすと他の石が崩れてしまう場合は、他の石で石が崩れないように補強をしたら、目的の石を動かして。それからもう一つ、根こそぎについて説明をしよう。動かせない石で目の前が塞がれてるときは、その下にある石を動かせない石をどかしてしまえば新しい待てよ、最後ってどういうことだ。諦めてはいませんよ。でも自分の限界は分かりますから。生きるって戦いなんですよね。戦えなくなったら生きられない。そんな、あなたはまだいけますよ。あなたこそ伝説の男です。これきっと本当です。奪ってやろうなんて思ってねえんだ。ただ好きで、自分じゃどうしようもなくて、それが罪で、これが罰だというなら。あ、ま、大丈夫か。行くさ。悪いな、グダグダ言って。よう、なあ、俺もう一回歌やってみるよ。まだ。そうか、頑張れよ。あんたならきっとできる。明日目が覚めたら墓参りに行こうと思う。女、いや、彼女にも謝りに行く。今はバンドのマネージャーやってるんだと、勝手に相棒とできてんだって思い込んで、ひどいこと言っちまった。なあ、ここを出たらストレイシープってバーに来ないか。あんたの歌ちゃんと聞いてみたい。ストレイシープ、なんだお前、あそこの客。じゃあ俺の料理食ったことあるかもな。何回かデリバリーしたぜ。し、今度は歌のデリバリーしてやるよ。それも、そう、もし無事にここを出られたら旅に出るのもいいかなと考えているんだ。なあ、外に出たらさ、ストレイシープってバーに来ないか。
なんかあんたとここで別れるのはもったいない気がする。ああもちろん行くよ。私も君やスカーフの彼ともっと話がしたい。取り戻してやる。今日もまた会うんだろうな。誰とだ。出てった嫁だ。あいつの方から出てったんだぜ。商売に失敗した俺を見捨ててな。それを今になって戻りたいとか、どんだけ舐めてんだって。裏切ったあいつが悪いんだって、そう思ってないと一人の部屋には帰れなかった。ここであいつの鳴き声がずっと聞こえて、本当は分かったんだ。買ってやってたのは俺の方で、あいつがいないのは俺のせいだって今さらやり直そうなんて言えねえよ。情けねえ。情けなくなってねえよ。ここじゃつい余計なことばっか喋っちまうな。忘れてくれって。どうせ嫌でも忘れちまうか。ここで商売してた羊、闇に落ちてったの見たよ。マジかよ。多分貯めたコインが重すぎたんだろうな。すげえ量のコインと一緒にキラキラ光りながら落ちてってさ、こう言っちゃなんだけど、まさに星になった感じだったぜ。取り戻してやる。予想通り生き残ったみたいだね。でもこの階層は経験だけじゃ超えられない。時に運だって必要になる。だけどあんたには特別な素養が見える。まるでかつてここを登り切った男のようだね。前例があるんだな。なら俺だって超えてやる。もう俺だけの体じゃないしな。第13問です。毎月少しでも預貯金はしていますか。先を急ごう。この階層ももう半分を過ぎた。あと2つ試練を超えれば終わる。そしてもしそうなったら、次はいよいよカテドラルだ。どんな場所とかもう関係ねえ。いつも通り登ってゴールするだけだ。明日全てを清算する。そうすりゃやっと彼女に気持ちを伝えられる。ここも一晩で登り切ってとっとと蹴りつけてやる。ここは難問エリアの最後を飾るわずか10段足らずの壁だ。次の最終エリアの入り口を考え抜くことで突破しよう。